もうさ、ここから切れますって言ってさ、切れんやつどういうことなん、ほんと。まいこちゃんです、いただきます。なんかめっちゃ前下がりじゃないこいつ。はい、ということで皆さん、今日はこのブルダックトッ、はい、ということで今日はこのブルダックカルボトッポギにブルダック麺を入れて食べていくんですけど、ちょっと今日なんと僕のマイブラザーが高校生なんですけど、今テスト期間でなんか図書館行って勉強してくるって言って今家にいないんですよ。ということで今日はまあなるやることは一つしかないということで、マイブラザーということで今日は弟の部屋でモッパンしていきます。はい、ということでね、こいつを持ってマイブラザーの部屋にちょっとこっそり潜入していきたいと思います。マイブラザーはい、ということで弟の部屋に入っていきたいと思います。マイブラジャー。あいつ電気つけっぱなしじゃん。おーい。はい、ということで入ったらそういきなりこれなんですよね。本当にもうやってらんない。本当に。知ってますよ、この人の名前。超有利。まあめちゃくちゃアイズワンが好きってことは知ってます。はい。ほら見てこれ。めちゃくちゃアイズワンが好きらしい。これ超有利ね。見てちょっと。ああ、かわいいですね。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 ああ、かわいいですね。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 ちょっと見て、こっちにもさ、ほら見て、みんな超有利。俺さ、アイズワン全然興味ないのにさ、弟が好きすぎてさ、この人の名前だけ覚えた、超有利。ああ、かわいいですね。かわいいですね。かわいい。かわいい。ちょっと待って、マジお腹すいた、食べていい。ほら、このチョユリの隣で食事っていう、ちょっとファンにさ、これ叩かれんかな、チョユリと一緒に食事。あーん、あーん、あーん。うまいね。辛っ、やばい、辛い、相変わらずカレーなん、ブルダック。うん、はい、ということで次こっちなんですけど、はい、こちら机でございます。ちょっと教科書が写ってるんでこうやって隠すんですけど、見てほら、ノートの一部見てみると 50×49 簡単ですね。620です。高校生のくせに小学生みたいな計算してますね。はい、あ、間違えた、720か。テヘペロ、汽車楽ね、めっちゃ部屋。やば。ちょ、見てもらって分かる通り、弟結構ゲーマーなんですよ。なんかいつもフォートナイトやってるんですよね。あ、これモニター2台あってさ。ん？おい。出たよ、また超有利、超有利、超有利。ねえ、ほんとにもう超有利だらけでさ、ほんとやってらんない。ほら見て、後ろにも超有利。そしてこちらにもチョユリ。アンパンパンパンマンパンマンパ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 ン。あらよっと。ちょっといつも弟がゲームやってる感じの雰囲気真似してみますね。はい。ああもう出た、チート、大チート、もう無理、本当にうざきっしょマジで。は？おかしいやろ今、絶対当たっちゃったじゃん。はあ？みたいな感じ。
ちょっと見て、ほらめっちゃ汚くない？これやばいっしょ。あいつさ、めっちゃお菓子食うくせにさ、全然太らんのよね。なんなんあいつマジで。どういうこと本当に。おい、おい、おい、やべ、開いてしまった。これ食うしかない。しょうがない。これはね、不可抗力も。これは食べるしかない。これしょうがないよね。もうダイエット中やとしても、今のもしょうがない。開いてしまったから。うん。いただきます。あ、そうそう、あいつさ、趣味でドラムやっちゃうよね。ほら見て、電子ドラム。ちょっと叩いてみていい？俺めっちゃ得意なんよね、電子ドラム。やっぱり運動した後の食事は美味しいわ、本当に。それなんか今チャリの音したんで、ちょっと弟も帰ってきたみたいな、ね、ちょっと終わりますね。ちょっと待って、最後にちょゆりだけさ拝んでから終わるか。ちょっと見てみよう、ちょゆり。出ました、ちょゆり。かわいいですね。